会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、令和元年9月の29日です。東大阪に向かうまた新幹線の中です。今日は6時から8時まで、東大阪市の布施市の方で、選挙演説そして握手会、写真撮影会などをしておりますので、よかったら布施駅前の方にお越しください。明日が東大阪市の市長選そして市議会議員選挙の投票日でございます。市長選は浜田そして市議会議員選挙は、島谷正美とお願いいたします。そして、同じく明日投票日の小牧市ですね、小牧市民の皆さん、春日井隆ですね、春日井隆が立候補しております。よろしくお願いいたします。ということで東京スポーツさんに記事書いていただいてるんですが、10月の10日ですね、に告示が迫りました、公示ですね、公示が迫りました参議院選挙の補欠選挙、埼玉県選挙区、自民党と公明党がなんと、候補者を出さないと。で、前知事の上田さんはですね、これ自民党なのか民主党系なのか全然わからない人ですね。で、これ一人しか出ない可能性も出てきておりまして、今豊田舞子さんですね、東スポさんの記事に書いていただいている元衆議院議員の自民党で例のこのハゲーのあの女性ですね、僕もちょっとね頑張って電話とかしてるんですけど、もう出ていただけません。ぜひね、僕はあの豊田舞子さんはもうしっかり罪も償ってですね、あの無所属で選挙戦戦ったっていうあの刑事事件の罪も償ったし、もう全部やられることはやったと思いますよ、あの償いはね。でもうね、彼女非常に優秀な方です。東大を出て確かハーバードですか、やっぱり法律を作るっていう仕事には向いてると、僕は彼女は一番向いてると思いますので、もちろん選挙も勝てる可能性が十分にある方ですから、ぜひ豊田舞子さん、ご連絡いただけないでしょうか。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。